はい、よろしくお願いします。まず自己紹介したいと思います。アイディア担当のまいこです。実装佐藤真央です。はい、2人合わせて夫婦ハッカソン、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ですね、私何なのかと思うんですけれども、この方は有名だと思うんですけど、私毎回ついてきて金魚の糞みたいな女の人何だと思ってると思うんですけれども、私たち実はビブリオバトルを通じてビブラブをして、あそこに物を見せる力とかをお借りして結婚したんですね。なのでまだここにいるそのビブラブをしたいっていう方のために、今回ビブラブとビブリオバトルを本を通じて人と人のつながりを作りたいと思いをつなぐビブメモライブラリープロジェクトについて発表したいと思います。はい、ありがとうございます。はい、そろそろクールダウンしていただきまして、まあ、そういうことですね、ビブリオバトルに限らずですね、本を通じたいろんな出会いあると思いますので、そういうのをですね、後押ししていくプロジェクトってやっぱり必要だなと思って、今朝発足しました。はい、でですね、まあ、前からでも考えていて、実は読書コミュニティ、図書館ではいろんな、読書会とかビブリオバトルとか開催されるんですけれども、そういうものに共通する課題というのがいくつかあって、最近は単発のイベントビブリオバトルもそうですが、多いので結構ですね、知り合い以上友達未満的な関係性が多いんですよね。読書会昔は非常に密接な関係だったんですが、それがもうちょっとですね、緩いつながりになっていると。そうすると何が起きるかっていうと、まず本のコミュニティって、なんかこれ紹介して本を紹介するってなった時に、へ、面白そうだなと思って読んで、読み終わって、ああ面白かった、面白かったって言おうとした瞬間に、もう会ってからだいぶ時間経ってしまって、あの人どこにいるんだっけとか、そもそも誰に紹介してもらったんだっけ分かんないっていう状況が起こったりする。で、そういう状況になると、なかなか紹介してもなんか感謝してもらえないし、なんか言っても嬉しくないなっていう状況が起こってしまうと。で、そういうなっていくとですね、こういう知り合い以上友達未満の関係性が維持しづらくなると。で、そうしていくとビブリオバトルとか読書会全体のコミュニティの継続の難しさが発生してしまうと。まあ、そういうですね、なんか課題があるなと思って、そうしたら、まあ、ビブラブも生まれないなと思ってきたわけです。で、そこで、まあ、考えているものが、まあ、ビブメモライブラリー SNS っていう、この名称は今朝出たんですけど、そういう SNS みたいなものがあるといいなと思っています。要するにすごく密接な関係性を作るツールはいくらでもあるんですけど、なんか本を紹介してすると。で、その後その紹介された本がリストアップされたりなんかして、まあ、その人の読書リストになると。そして、その本を読み終わったら、その感謝を、届けてくれるようなサービスっていうのを作ることで、まあ、知り合い以上友達未満的な関係を、仲立ちするようなメッセージサービスっていうのがあると、いいかなと考えています。そこからそれ以上に行くんだったら、まあ、Twitter とか Facebook とかいろいろあるので、そういうツール作りをしていくと、まあ、支援になるのかなと思っています。で、そういうのをですね、例えば図書館とかはどうか変わっていくんだろうっていうのを考えていくと、それはですね、それを拡張していくと、読書グループと読者をつなぐハブとしての機能っていうのを図書館側に担えるようになるんじゃないかなと思っています。こういうサービスを、まあ、例えば図書館とかで、まあ、展開していくと、例えば読書会とかビブリオバトルのコミュニティとかで作り出された、まあ、ブックリスト、もう、まあ、ブックリストとか言わないまでも、本の情報が例えば図書館を介して、個人の利用者が利用するっていう状況があり得るかもしれない。で、このグループが選んだ本面白い、これはよく図書館でもあると思うんですが、じゃあその利用者が面白いと思った思いを、図書館がこうやって届けてあげて、まあ、選んだ本面白かったってもっと紹介しようとか、この活動意味があるんだって思ってもらうと、そうしていくと、読書グループのモチベーション維持が図れると。しかもこれ知り合い未満のつながりというところまでサポートできるような、そういう中でそして図書館があり得るんじゃないかなと思っていますので、そういうようなところまでできればいいなっていうのを、まあ、個人的には考えております。で、そこには例えばやっぱり最近はウィキペディアタウンとか見てもそうですけど、そういうコミュニティのつなぎ手としての図書館員の役割っていうのも結構期待されていると思いますので、まあ、そういうのに関心がある図書館員の皆様はぜひ私たちビブメモライブラリープロジェクトに
ご意見いただければと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。